Et les loulous, on se retrouve pour Yakuza 6. Donc on est parti. Kiryu no aniki, ashita aniki no apato ni mukae ni ikimasu kara. Sokko kara Kamurocho ni go issho shimasu nde. Ah, wakatta. OK. On va aller faire des courses avant d'y aller. Bon. Ah oui, mais non. Non, puisque c'est la bouffe. Bon, on fera des courses sur place. Kiryu-san. Joker. Saki, tōku kara Kiryu-san o mikaketa mon de sa. Moshikashite, soko no suigun apato ga Kiryu-san no yasa nano? まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか。別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない。ああ、だが、しばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんだな。そうか、それならどうかしたか。いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとくよ。それじゃ。Évidemment. ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろか。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うてなめられたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女とお酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。
Bon bah c'est parti. Alors. Ok, donc on va faire le tour. Prochaine à droite. Oula. Ça c'était du ralentissement. Poussez-vous les gars. この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとりますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか？この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようなら、バカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。辰川の近況、ネットに上がってました。この辰川のページ、田頭に教えてもらったんですよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの外道が、遥さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥さんはなんで小川の男と。これはいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に映っとるのは神室町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。もうバロンスターダスト、c'est juste à côté. Aniki, ちょっと待ってください。ユータのやつが。すみません。俺、ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。
面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど、東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？拘束棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカたれ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃあわしらも行きますか。ああ。Bon, va faire nos achats。いらっしゃいませ。Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai plus. Donc, très bien. ありがとうございました。J'ai pas fait gaffe pour le X. いらっしゃいませ。Si j'en avais encore en bas.Voilà, c'est parfait. ありがとうございました。なんじゃ？男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ、俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか。いろ、さあな、今のホストにもう一度聞いてみるか。あの桐生さんですよね。ん？お前は分かりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです。お前、優也か。ユウヤ、そういやさっき兄貴、店長のユウヤを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもなら、なんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫か、ユウタ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。
ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか？ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。神室町でホストになったらしくてな、名前は立川。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当すか？俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで？はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺は神室町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也？あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きって神室町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか？ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは？韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。立川のやつ、総合な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、キリュウさんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ？あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今の神室町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。なら
お前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日、神室町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんでな。ほう。おう、そうじゃ。踊れるの店に立川ユンがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では、後ほど。お待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ、人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。はあ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派は、神室町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とは、もう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちは、ハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリュウさん。Bon bah allons-y. Ah ouais mais non. Ah putain. Ok, donc faut faire tout le tour.
時間食っちまった。ちょのびだ、キルだ。같이있는놈들은또누구지그딴거신경안써다죽어라어아니기あんならわしらに言おうみたいじゃ。韓国語で叫んでるみたいですけど、じゃあもしかしてあいつら人言派だな。けどわしら反純義っちゅうのから招待されとったんじゃ。まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。今の人言派も一枚岩じゃねえらしい。とやじゃな、キル。かまってる暇はねえ。行くぞ。誰か。下がった。キルだ。マジか。誰か。兄貴。半純義には後で文句言わねえとな。カムロ町いうんはおもろい町じゃのう。兄貴、喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのが最優先すから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。分かった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食いたりんじゃろうが。Ok, c'est parti. キリュウの兄貴。ユータ。頭がキリュウの兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、キリュウさん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。ナグモはどうしてるんだ。頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、キリュウさん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。
ゲストに手荒い歓迎とは恐れいる。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。道島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって、古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。
だが、あいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょう。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タツカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはねえ。よう、あのリングであんたを倒せば達川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてたハルカちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのアン・ジュンギが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切ってタイマン張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。
お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあドングを。なかなかいいよ、ユータカ。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。な、待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。ふん。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな、半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで
竜の伝説を弔うのだ。Bon, et bien nous les loulous, on va s'arrêter là, donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye!